グルス先発は則本です。今シーズン214の三振数、トップの菊池雄星と3つ差、そこから始まった今日のマウンド。まず先頭バッターをセカンドゴロに取りました。そして2番の今宮から今日最初の三振を取りました。ツーアウトになった後、3番の中村晃も三振、立ち上がり2つの三振を取った則本です。ホークス先発は武田です。その武田、立ち上がりはヒットとフォアボール2つで満塁のピンチ。しかしここはストレートで島を詰まらせました。ショートゴロで打ち取って初回のピンチを脱しました。2回です。この回は松田からこの試合3つ、そして今シーズン217個目の三振。その後上林からも三振を取りました。これで今シーズンの三振の数が218、4年連続の奪三振、その記録、タイトルほぼ手中にした則本です。その則本、3回は2アウトランナー3塁というピンチを迎えましたけれども、今宮をサードファールフライに打ち取りました。4回です。でこの回は中村、そして松田と三振2つ取りました。今日6つ目の三振、これで今シーズンの三振の数が220。その則本に先制点をプレゼントしたイーグルスですけれども、4回ツーアウトランナー三塁というチャンスを迎えましたけれども、今日スタメンの内田が三振、得点を挙げることができませんでした。5回です。則本は二塁一塁ピンチを迎えましたけれども、ここは高田を三振、ゼロで終えると、その裏です。ツーアウトから岡島ヒットで2番の藤田、ライトの B ウィングに飛び込む先制のツーランホームラン。この藤田の一発でイーグルスが2点を先制しました。先制点をプレゼントしてもらった則本、6回です。この回はツーアウトランナー3塁1塁ピンチを迎えましたけれども、最後は上林をセンターフライに打ち取って、則本は6回ゼロで終えたところでマウンドを降りました。8回は3番手のハーマンです。この回からマウンドに上がったハーマン、ツーアウトを取った後、中村をキャッチャー回るぐらい、ゼロで終えます。そして9回、福山がマウンドに上がりました。ツーアウトから上林にツーベースヒットで、操りのこの当たり、一塁ベース、足が離れてしまった福山、内野安打でこれでツーアウトランナー三塁一塁。この本田を迎えて当たりでしたけれども、最後はショート西田、これを捌いてこれでスリーアウト。最後は福山が締めてゲームセット、2対0イーグルスが勝利。これで則本、今シーズンの15勝目をマークしたという今日のゲームになりました。